ドルベイテってことで、今日はブルガリアについて紹介をしたいと思います。よろしくお願いします。で、まずはブルガリアはどこでしょうか。皆さんは5秒あげるので考えてみてください。答えはブルガリアはヨーロッパです。ヨーロッパのどこでしょうか。5秒あげます。ブルガリアはヨーロッパの東の方、東です。または国旗は3つの色がある国旗です。白は平和の意味で、緑はブルガリアはいっぱいの山とか自然がありますから、緑も2番目 の色としてあります。で、最後は赤です。赤は何かというと、昔 の戦ってくれた人たちの勇気とか力とか血ってことで、これが国旗です。で、ブルガリアはヨーグルトとして知られてますよね。明治ヨーグルトは日本人たちがよく知っています。で、ブルガリアヨーグルトは皆さんはよく食べますか。この前ちょっとブルガリアヨーグルトと日本ヨーグルト、ギリシャヨーグルトについて紹介、自分のどれが好きか点数もつけてみせました。動画見ましたかね。で、ブルガリアはヨーグルトだけじゃなくてバラとかも有名です。で、なぜ有名かというと、バラはブルガリアとトルコのバラ種類が特に綺麗で、香りがいいで、オイルが高く売れて、香水にも使います。香りがすごく素敵で。で、次は見せたいものはブルガリアの民族衣装。ブルガリアは他のバルカン列島の国とちょっと違うところもあるけど似てるところもあります。またはブルガリアは全国 の民族伝統的な衣装服がそれぞれの地域で違います。ですので、一つだけの写真はちょっと難しいんですけど、イメージが残りますように。皆様はひな祭りしてますよね。それも3月3日ですけど、ブルガリアだったらそれは春の象徴、春がこれから来る日で、マルテニザで物を飾ったり、ブラスレットとして作って布の、ブラスレットとして作ってつけたりで、色が赤と白で、また赤が町とか力、元気、勇気と、白が平和だから、あれを巻いてブラスレットとか作ってみんなに渡したりします。で、ある通りを見て、あれはもう春が来たって感じで、このブラスレットを外して咲いた木の方に結んだりって感じです。皆様今年のこと知ってますかね。ブルガリアの有名、日本で大体有名人、相撲の力士、この人が結構高いレベルまで届いて、今ブルガリアに戻って先生として続いてますけど、私日本語を勉強し始めた時、今年のこと知って、今年のことをブルガリアの代表として知ってくれる日本人もいるって聞いたから、すごく喜んで、まだ実際相撲を見たことないんですけど、皆さん知ってくれたら今年のこと嬉しいです。で、少し最初の方ヨーグルトのことを話しましたが、ヨーグルトで作れるブルガリアの料理、それは冷たいスープ日本人たちあんまり好きじゃないけど、伝統的でよく知られてます。夏の食べ物です。で、何がこのスープにあるかというと、まずヨーグルトを入れて水と混ぜて
醤油じゃなくて塩とオリーブオイルをかけて、一つ調味料、緑の調味料を切って入れて、きゅうりも切って入れて混ぜて食べます。とても美味しいんですけど、どうですかね、日本人たちにとってヨーグルトってスープにすると、冷たいスープにするとちょっと気まずいっていうか、なんだろう、イメージするのかな。でも美味しいです。ぜひ食べてみてください。で、最後ブルガリアの挨拶をちょっと紹介したいと思います。最初の方はズダベイテと言いましたが、それはこんにちはって意味で、それ以外はありがとうございますって言うと、ブアゴタリアで、もう一回ブアゴタリア、または最後バイバイさよなら言いたいときはドビジタネ、もう一回言いますね、ドビジタネ、こういう感じです。ありがとうございますでブアゴタリアで、こんにちははスルベイテで、さよならはドビジタネ、以上です。ああ、ナタリア、これでみんなブルガリアのことを大好きになるね。ああ。どこから出てきたの？全部見てました。隠してーカズバンセベベ。ガグボプラビシニシト。アイデチャオー。